さあさあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。夏フィオン弁当、夏フィオン弁当。ポン酢さんってどこにいた？ポン酢やん。あぁ誰？まあまあ。いやぁはい、うん、カスタムハッ、え、かわいい、はっちゃんの。これいいっしょ。はっちゃんと同じこれめっちゃいい。よし、じゃあ、まあ、いきますか。はい。はい。はい。お願いします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 。よいしょー。マジでやられた。全然、全然つないけど。いや、いいねー。気持ちいい、気持ちいい。マジさー。やりたかったねー。あげるぽよー。夏フィオン弁当、夏フィオン弁当、夏フィオン弁当。なんだ聞こえねえぜ。夏ピョン弁当、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 夏ピョン弁当だ。夏ピョン弁当、夏ピョン弁当、夏ピョン弁当、弁当弁当弁当、夏ピョン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 弁当。さあさあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。夏フィオン弁当、夏フィオン弁当、夏フィオン弁当、夏フィオン弁当。誰もいないんだけど。え、夏フィオン弁当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 、夏ピョン弁当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 。おめでとう夏ピョンさん。左上に跳ね返った波動砲綺麗に当たってました。くさ。いや、まあ瀬戸はね、金庫の前で波動砲に撃たれてましたよ。あら、金庫破りクラッシャーがいるね。なるほどね、狙い撃ちだ。はいはい、狙い撃ち、うん、巻き込まれてました彼は。いいことしたね。それを俺が跳ね返した。はっちゃんが跳ね返したってことにしてください。やめろ、ミサトラ撃たれるよ、一応見てました。撃たれるよ、やめろ。確かにミサトランが跳ね返したようなもんだが、いいんだ、大丈夫だ。やめろ。誰に撃たれるんだ一体。確かにミサに撃たれるのか。誰に撃たれるんだ。ゲームじゃないよ今日のゲームは。そうそうそうだね。じゃあいっか、ミサトランが賢者です。さすがです。くさ。波動砲違うのは、バブケ、はっちゃん、あと誰だっけ。あれ、もちろん誰だっけ。ポンズやろうかなと、うん、違うよ俺も。あと瀬戸夏も違うね。おお。チャゲーコヨマンサヤ。拾わないんだみんな。え、しんどるやないかい。すいません。まあでも夏用は弁当なんで。本当なんですか。はい、入ってました。本当なんですか。まあ、テルテルも弁当入れるから。まあでも何かしらの人外ってことなんですね。夏用さんも初手で入ってましたよ。ああ、もう、ああ、じゃあもうアピールしてたんだ。あ、じゃあ金庫破りじゃなさそうだね。じゃあ、うん、うんうん、瀬戸が金庫じゃない？うん、テルテルいないわ。うん、いいね。金庫破りは 20% をやんないと弁当入れないから。ほうほう。テルテルっぽいですね。そうですね。うん、まあスラッガーペンギンだったらもっといいけどね。まあ確かに波動砲で死んでるだけだから。夏ピョンさんは。波動砲誰なの？誰なんだ？波動砲死んでるよ。今やトッシーは撃てないぞ。撃てない。多分鬼気も撃てないと思う。じゃあ4人白で。え、じゃあ撃てないです。わかんないねこれ。じゃあポンズさん、ピョさんってどこにいたの。え、ポンズやん。はぁ、そうね。いや、誰。まあまあ、いやあれあれれ、皆さんなんかわかんないけれども、黒になっちゃいました。ラバーズ。もう最悪。わけわからん、わけわからん、わけわからん。ガチで誰。すー
目が甘すぎる。てるてるてる勝ったけどラバーズかかったってことだよ。そういうことか、そういうことか。ガチでだるい。あー、ガチでもうラバーズ私終えてたんだ。てるてる勝利をラバーズが乗っ取ったのか。あ、そうなんだ。ほんとてるてるだったん。そうだよ。あぶねえ、あぶねえ。ラバーズめんどくせえな、今日。うわー、最悪。てるてるもめんどくせえな。ラバーズ、ナイスラバーズ。ダブいぜ、これ、相当乗ってるね、波。今日全勝あるぞ、俺。うわ、だるあいつ。やばい、だるいな、今日。しばけ、あいつしばけ。またかい。まあ、これもう。ラバーズだる、マジで。ラバーズクソだるいやん。最初にあいつしばくしかねえな。お互い陣内だとしてもちょっと八山に関してはねえ。いねえな。あ、チャゲさん、おやってない、見といてやるよ。なんでなんでなんで、あ、治んないよ、直して。あれ、あれ、どうしたの？あれね。マヌケがよ。あれ、ハッちゃん聞いてる。ハッちゃん聞いてる。ハッちゃんも飛ばされてんじゃないこれ。あれ？やった。やった。ナイス。やった。全勝阻止。チャゲさんと詩人さんが貨物の金庫にいたんだけど、で僕も金庫にいたんだけど、なんか波動砲の音聞こえたからって、あの2人して上に行ったら、そこにちょうどあの波動砲来て上だけ当たった。そう、この2人が消えました。確かに貨物でチャゲさんを見て下に下ってるから間違いなさそうですね、この証言は。なるほど。となるとラバーズっていうわけでもないのか。そうっすね。そうだね。誰？無理な人。ワンシーは絶対無理。ナッツピョン無理。ランナツミサ無理です。ランちゃんトッシー無理。トッシーさんわかんない。トッシーさんはわかんない。わかんない、トッシーは。俺も電気で満車とすれ違ったから打てない。位置的に。すれ違ってる？あ、いたな。じゃあ無理だ。3人無理だ。うん。うん。じゃあ。トッシーさん、僕釣りですよね。僕釣りましょう。いやでもこれ本当に打ってそうだけどな、しっかりテルテルとかじゃなくて。釣りづれーけど釣るか。ちょっと待った。ちょっと待った。あれ。ちょっと待ったって言ったことは釣りだろこれ。情報がある。何ですか。情報だよもう。何ですか。ちょっと待ってくれ。お願いがある。ガサガサだな声今日。僕はテルテルじゃない。テルテルじゃない。ああ。あのハッちゃん。はっちゃん、大丈夫、あれ、青いやつ、波動砲、波動砲、トシさんが飛ばしたの、トシさん、え、僕がはっちゃん聞いたから、スキップお願いします。いやでもはっちゃん死体がなかったから飛ばされてるから、飛ばされてるから嘘ですよ、トシさん、切れて、切れないですよ、僕はスラッガーですよ。じゃあ、なんで飛ばしたの。ありそう、全然ありそう。で、じゃあなるとはした。相方、マサヤちゃんです。じゃあ釣っていいじゃねえかよ。まあ、マサヤちゃん、あとは頼んだ。オッケー、任せて。石は釣るよ。大丈夫。大丈夫だろ、さすがに。さすがに大丈夫だろ。都市追放されてる。ああ、さすがに大丈夫だ。さあ、こっから気合いの。はい。はい。早い。そしてここに波動砲が来ることもないだろう、もう。
どう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 。あれなんか誰かの声が聞こえた。あれ誰だこれ。トランケルケルやってください。誰の声。どうしたんですか。あ、こんにちは。こんにちは。ここですか。金庫です。終わりましたよね。はい、終わりました。二度と立ち入りません。じゃあ、頑張ってね。はい。やろ、金庫、金庫やろう。おーし、金庫やろう。二人、怪しいことしてる、バブケ。何ですか？何したの、お前。夏ぴょん。おーし、金庫やろうっと。おーし、金庫やろうっと。おーし、金庫やろう。金庫やろう。金庫やろう。おーし、金庫やろう。言っていいものか、これ。これ、金庫破り大丈夫？確かに、金庫破り。確かに、気になる。おーい！おめえのこと聞いたね！金庫破り。何？金庫破りじゃないですか。切れないよ、俺のことは。リアクター、リアクター、リアクター、リアクター。いや、切れる約束ないんだよな。まずい、まずい、行かないと、行かないと。もうダメだよ、ラバー。うわー全然切らねえじゃねえかよ。そりゃ切らねえわな。おい、落ちてないでしょ。本当にありがとう、金庫破り。ポンちゃん、ポンズ、ポンズ。これもう、どうやっても勝てねえじゃねえかよ、これもう。なあ、うん、大丈夫、俺、霊界でめっちゃ言ってたよ。ポンズ、なんかめっちゃ一生懸命金庫破ってたけど、勝っても負け負け負け。あの、今回、今日ですね、あの、全部勝ってんのに負けてるんですよ、今日。全部勝ってるのに。ラバーズに横取りされてる、そうなんですよ。俺一人外だったけど、金庫ほっときゃ勝つわ、うん、それな、瀬戸真っ赤だったからな、俺の目線でな、あのあいつは俺切られ、なんだ珍しいなって思って、あ、こんな金庫なのに勝ち筋なかったのか、だから